イエスハッピーの寝るときに聞くラジオ。おやすみ前に聞いてね。さあ始まりました、イエスハッピーの寝るときに聞くラジオ、イエスハッピーのさやかです。心です。よろしくお願いします。7月16日金曜日の11時でございます。はい、金曜日、金曜日。そう、今週は月曜日にね、そのワンマン終わりたてで、本当はYouTube が1000人チャンネル登録いったんですよ。このネルラジのチャンネルが、ありがたい。で、1000人いったら生配信ができるっていうのだけ知ってて、わあ、これライブ終わったし生配信次の日にしようと思ってたの。そうで言ってくれてたもんね。そう、やるやるって言ってたんですけど、なんかその1000人に達成してから、承認が折れるまでに時間がかかるらしくて、あれ、できないぞって当日の昼に気づいてそう今日は無理だな。で、その日にマリちゃんのちょっと大事なライブがあったもんで、ネルラジの編集よりマリちゃんを撮ったということで、いや、そうですよ。ちょっと時間をね、遅らせていただきまして、金曜日に、金曜日に収録してね、載せてるように、撮って出しでございますが、先ほどね、多分みんな YouTube の方で、先週の日曜日にあった、アルバムリリースワンマンの、一緒に ね、そう、見てもらったと思うんですけど、そうだからみんなに見てもらってから感想、大反省会したかったんですけど、まあ今回その週末が、先週の週末が心さんのバースデーということ で、まず7月10日の話からね、話したいこといっぱいあると思うんですよ。はい、あ、心さんお誕生日おめでとう。ありがとうございます。驚いた、驚いてキラキラしちゃった。心さん無事33歳になりまして、迎えましたね。どうですか、心境は。心境ですか。いや、まあでも全然変わんないし、その年々、誕生日っていう感覚がちょっとだけ薄れてる。わかる、子供の時の方が一切年取ってて大きかったよね。大きかったし、めっちゃ楽しみだったじゃん。誕生日終わったらもう1年後の誕生日楽しみぐらいのさ感じで、いや、楽しみは楽しみなんですけど、イベントさせてもらえるので、でもやっぱその周辺は準備に自分がいっぱいいっぱいになるのと、そう、なんか今まではただただね、お母さんとかに祝ってもらうだけだったけどさ、この仕事始めてから、自分が好きなことできる日というね、そう欲が出てくるよね。そう、だから自分が準備しなきゃいけないから、年を重ねたっていうよりかは、なんか自分の好きなことできる日が来たみたいな、ね、そうで、なんか昼も元おなごのゆいちゃん呼んで一緒に歌わせてもらったりとか、で夜は夜でまたカラスクちゃんとかね来てもらったりとかしたんですけど、今回タイトルがなんか、心さん自分で書いたタイトル忘れてね、全然違うタイトルコールちょっとしてたけど、そう、しかもなんか貼ってある紙見ながら間違えたけどね、好きなことさせてもらいます、そうだったと思いますということで、まあ一部はそのさっき言ってたゆいにゃん、そしてコマピペ、そして大好きな未来スカートプラスのまりちゃん、そしてみきねこカンパニー研修生が来てくれて、ゆいにゃんの2年ぶりのステージ、そうですよ、ステージに無理やり上げる今年もいや、もうほんとゆいにゃん、なんであんなか可愛いんだろうね頭抱えるわ、可愛すぎたね、可愛すぎた。なんか不思議、なんかアイドルのレミタン、レミタンってアイドルって感じするじゃん、スーパーアイドル。そう、でもレミタンとまたちょっと違うんよね。ゆいにゃんは、なんかアイドルというか、もうなんか飛び切り可愛い女の子理想系いや、そうかも、理想系アニメ、なんかアニメの中にいる正統派美少女のイメージ、ほんとそう。で、なんかステージ上でね、ちょっとこう寄ってきてくれたりとか、緊張するねって言ってこう手をそっとね、さ、こう支えてくれたりとかするわけですよ、心さん。いつもほんと見れん、心さんが見れる、ゆいにゃんがいる時だけいや、ほんとおかしいもん、舞い上がって普通にはおれんのよ ね、なんかもうずっとなんか声もテンション高い感じで喋ってましたけど、けどやっぱなんかその会えることも嬉しいけど、一緒に歌えるっていうのが ね、またおなごの曲をね、歌わせてもらってもう私らしか歌ってないから、この曲そうだよね、あの伝説のグループを風化させないそう来年もしたいと思って、来年もしよう、なぎちゃんとかも呼ぼう。いやいや、ほんと呼べる子は呼びたいよね、ほんとおなごのね。なんならもうさ、みんな呼んでさ、4人でステージしてほしいよ。いや、そうもう見る側でいいもんもう一回だけ強がりハート4人で歌ってくれないねー。そう、あとなんかさ、まりちゃんがステージしてくれてる裏で、袖でゆいにゃんがすっごい踊ってたから、未来スカートの曲をゆいにゃんが踊ってるのを見て泣いたの。そう踊って、ミラスカのバックダンスをしてたんですよね、一時だから、それも見たい確かに
でね、嬉しかったのがゆいにゃんのお母さんも来てくれてて、うん、なんかいつも昔からイエハピのライブ見てね、応援してくれてて、遠征に一回来てくれたこととかもあって、そうなの、涙してくれてよかったって言って、嬉しいよ ね、 ね、いつでもステージあの温めて待っとくんでね、はい、ぜひゆいにゃん待ってます、待ってます。で、大好きなコマも来てくれたわけですよ。そう、コマとはちょっとあのコラボができなかったんですけど、うん、またね、絶対一緒に理想的と乾杯ソングを一緒にしたことがあるから、うん、また一緒に歌いたいし、まあ、私たちもカナパペとかね、ロンリープリンセスとか歌って踊れますからカナパペカナパペ踊ったよね、二人踊った。じゃあでもさ、この間その映像出てきたけど、すっごいもたもたしてる自分らなりには一生懸命コピーしたんだけど、そうだな、スピーディーに踊ってる気持ちだったんだけど、なんかデデンっていう音に合わせたさ、こう、そう、胸とか弾ませるのができないが、よいしょよいしょなんかちゃうな、一生懸命真似して踊ってるんやけどな。そうで、コマもさ、なんかその好きな曲を聴いてくれて、セットリストに入れてくれて、うん、だからカナパペもなんか2人はその初期の曲だから、うん、ちょっと照れくさいって言ってたんだけど、分かるよね、その気持ち、うん、ちょ、プースか入ってなかったロンリープリンセスも歌ってほしかったなもうハートビートは嬉しかったけど、うん、ちょっとあの尺がさ、そう、私あの LINE グループで何聴きたいですかって、心さんが2曲遠慮してあげてて、うん、横からもう2曲言おうかなと思ったけどさすがに遠慮したわ。いや、好きな曲も歌いたいかなと思っていっぱい好きな曲ね、コマピピあるんで、うん、ツーマンしたいね。ね、したいです。本当に出てくれてありがとう。ほんで、うん、大親友のマリちゃんですよ、うん、そうですよ、マリちゃんは開けててくれたんだって、また今年も。そう、開けててくれたし、2日通してフルでフル稼働してくれてたので、本当に同じスケジュールこなしてくれたよねそうなのよ、だからもう本当に感謝しかないし、うん、マリちゃんがいてくれるだけで本当安心剤。わかる、うん、あのマリちゃんがどの現場によっても安心できる、うんうん、いないと不安なぐらいだけどね、うん、そうそう。で、なんかやっぱマリちゃんのステージって愛情がたっぷりで、うん、MC とか含めてそうなんだけど、すごいあの人、うん、本当泣けたわ。泣けたよね。いいライブしてくれてた。だから改めて大好きだなと思いました。ね、で、ほんでさ、しかもマリちゃん自分の曲だけじゃなくてさ、ゆいにゃんとのコラボにまで付き合ってもらってさ、そうだ、2年前にそのさやちゃんとマリちゃんとゆいにゃんと私の4人でやったから、うん、ごめんけどちょっとこれもう一回させてもらって、だから本当にマリちゃんなんなら私よりコラボしてたよね。そっか、太陽の季節も歌ってたしいや、よかった、マリココの太陽の季節、本当嬉しい な、うん、なんか歯食いしばったわ、それで良すぎてあれ本当違う角度のカメラ欲しかった、さやちゃんがめちゃくちゃ見てた、羨ましそうになんか最初は本当にニコって顔で見てたんだけど、その大好きだよっていう、そう、大好きだよを掛け合いしてんのでだんだん見てて、なんかこう顔がね、うなってきてね、嫉妬の感情がすごくなって、首がだんだん前に、そういや、でも悪いのは心さんが向こうからあどうって顔で見てくんのよ最初は微笑んで見てたんだけど、だってこう気まずそうに心さんがさやちゃんごめんねって顔するのよそう、あとその落ちサビで出てくる、来るかなと思ってたから、大ブーイングこれだからその顔してたら出てくるんかな、なんかリハの時は心さん自分のパートだけやってるから、私マリちゃんのパートで気持ちよく落ちサビ歌って出てくるってノリをしてたんですけど、さすがにそれ本番でやるほど空気読めんこはなかったわいや、私は嬉しかったんだけど、いつかやるわ、うん、やるね、うん、楽しかったで、夜の部もね、すごかったですよ。そうなんですよね、ミケガも来てくれてね、うんうんうん、で、カラスクちゃんも来てくれて、で、そっちでもコラボしたかったから、うん、そのマリちゃんとやったのと、あと、あのクマがね、好きなんです。なのでクマさん選抜って言ってねそうそう、クマさん選抜させてもらって、レミタンとミキティとカラスクのユーカちゃん、ゆうかちゃんでも出番前に、あの私クマさん好きって一度も言ったことないんですけど出て大丈夫ですかって言って、ね、あの初めて聞く設定にね、心さんの中ではクマさんのには女の子チームだったけど、そうそうそう、あの袖で聞いたゆうかちゃんがえクマさん選抜ってなってたよ何でもいいのって出した。私の勝手なイメージだから、好きとか好きじゃないとかいいのよそう、ゆうかちゃんと歌いたかったっていうねそうそうそう、なんかもともとゆうかちゃんとは絶対何かしたいと思って二、うんうん、人でももちろん良かったんですけど、うん、でもこうイヤハピの可愛い曲って結構限られてくるから、うん、とびきり可愛い曲を したかった、うん、見たかったから、うん、あ、じゃあこれはちょっとミケガの曲をお借りして、うん、ミケガからもちょっとクマさん選抜をね絡ましてもらって、クマさん選抜ってマジ何初めて聞いたクマさん選抜そう、よかったですよ、すごい楽しかった、ミキちゃんもすっごく嬉しそうにしてたわ。そう、肩に手を添える、手をね、添える振りでね、そうそう、ゆうかちゃんがね
ミキティの肩に手を乗した瞬間のミキティの顔を私向かい合ってたから、ヘラブラしそうやなと思って好きだもんね、すっごい可愛かったです、うん、そうで、カラスクちゃんのステージもめっちゃ涙出た、うん、なんか立派なアイドルになったなっていうのと、ね、こんなことをなんかライブでアドリブするように、ねね、なったんだと思って、ね、デビュー当時から見てるから涙涙だったね、うんうん、でさ、なんかその私がゆうかちゃん言ってるのをみんなも知ってるからさ、なんかゆうかちゃんがこっち見てくれるのも嬉しいんだけど、うん、なんか他のメンバーも同じように、ね、そうすごいサービスこっち見てくれてね、くれてなんかめっちゃ感動しました。次はね、私たちがなこちゃんの誕生日お祝いしに18日、はい、あさって行きますので、はい、もうお礼にいっぱいなこちゃんをめでたいなと、めでたい思ってます。ほんでさ、ミケガのライブも良かったね。良かったよね、ミケガもなんかその、うん、ちゃんとオリジナリティっていうかさ、うん、MC とかもそうだしさ、うん、なんかなんて言うんだろう、こっちも大人になったじゃないけど成長していくのをさ、うん、やっぱ見てる。なんか、うん、研修生が生まれたてだからなおさらさ、うんうんうん、お姉ちゃんになっていくわと思って。思うよね。言ってもまだ 2年目だし、ね、私すごいなと思ったのが次の日のね、うん、そのワンマン前のハッピーちゃんいらっしゃいの対バンライブでミケガのステージ見てて、うん、しっかりアルバムのコマーシャルまでしてくれてたりとかしてくれてたね、好きな曲をちゃんとやっぱミケネコカンパニーのね血が入っとるから、うんうん、すごい面白かったですね、なんか、うん、面白かった。しかもなんかそれも後でマネージャーさんに、うん、あっこはアルバムの話するように言ったんですか、聞いた、すごいあれマネージャーさんの指示かなと思って、それを自発的にしてくれてたらしいと、うん、この曲が好き、ね、嬉しいって言ってね。なんか今までは MC も全部見せてもらってたんですよ、うんうん、どういうこと言うのって言って、うん、でも今はもう好きに伸び伸びと自分たちらしくやってということでね、うん、それであの感じだったから嬉しかった、うん、ね、よかった。ちゃんと MC を大事にしてくれてると思って、うん、いいライブしてくれてて、うん、嬉しかった。泣いたわ私、なんか見てが見ながら、うん、子猫がどんどん大きくなって大きくなってね、うん、はい、楽しかった。楽しかったです、本当に。嬉しそうでよかった、本当にファンの人もだしさ、うん、心さんがお誕生日の主役だからさ、うん、準備とか大変そうだったから楽しめるのかなと思ったけど、いやすごい楽しんでたね。楽しんでた、うん、楽屋もゆいにゃんと隣でね。そうそう、みんなも結構気心やっぱ知れてるから、うん、変な緊張感はなく、うん、緊張するけどめっちゃ楽しく、変なね、あの私たちのコラボのミスもなく、ね、無事にね終わりましたけど、おめでとうございます。そして次の日、誕生日当日、はい、ハッピーちゃんいらっしゃいの台湾ライブからのワンマン。そうですね。で、このハッピーちゃんいらっしゃいも本当楽しくて。楽しかった。まあ、ミケネコガールズ前日からね、ミケガとマリちゃんはね、うん、来てくれて、ほんでラブリーズちゃんですよ。そう。4月の時点から声かけてて。うん、で、カラスクちゃんが出れなくなったんですけど、代わりにつぼみがね、そうですよ、来てくれて、お祭りだったね、かなり。お祭りめっちゃ楽しかったな。私、全組で泣いたんですけど、うん、ラブリーズで泣いたのだけちょっと違って、うん、出る前に、うん、出番前のラブリーズがおもろすぎて泣いた、うん、ライブでは泣いてない。何だったっけ。でも私らのさ、さきぴょんが私らの膝の上座ってきて痩せすぎてて痛い痛い痛いっていうノリから、なんか白田やな、ラブリーズ時代に、うん、何みんなで、あ、ラブリーズの復活ライブかな、うん、1日限りの、その時に私らのオリジナル自己紹介を作ったんですよ。そうだそうだ。ツイッターとか YouTube に上がってるのでぜひ見てほしいんですけど、うん、なんかなんていうの、みんながよくやってるあなたのなんとか、うんうんうん、何々ですみたいなのを、うん、ラブリーズでも作ろうって言って、うん、そのノリを出番直前までやってゲラゲラ笑って笑ったな。久々に笑い泣きしたおもろすぎて、さっきの撮りたが見てほしい、あれ、うん、見てね、後でリツイートするわ探し出せるかないけるんちゃうかな。しまった、見えた、見えてないよなんだっけ、心さんのご自己紹介ですそうそう、何のこっちゃ分からんと思うんで、後でリツイートしますね、うん、はい、っていうノリがあって、なんかわ久々にこの4人のこの感じっていうので笑い泣き半分、嬉し泣き半分嬉しかったね。で、心さんがめっちゃ嬉しそうにそれから覗いてて、またそれも良かった嬉しい。なんかやっぱ初めてのハッピーバースデーをね、うん、歌ってくれるのってやっぱラブリーズって感じするじゃん、うん、だからめっちゃ嬉しくってずっと見てました。なんか、ま、大事な時には絶対ラブリーズにいてほしいよね。いてほしいね。うん、なんかさきぴょんが TO じゃなくなってる疑惑ですけどね忘れてたな、ハッピー。あんだけ昔は心さん心さんって言って、心さんの TO は私ですって言って、うん、ピンクのハッピー用意してね、うちは持ってくれて、今年は絶対せんだろうなと思ってたけど案の定忘れてたねいや、それはまた MC で言っててめっちゃ面白かった。それは面白かったリーターに突っ込まれて、そうそう、なんかいつもの感じやなと思って、うん、大好き本当。でもかっこいい曲はめちゃくちゃかっこいいし、かっこいい、このグループに私らおったんやっていうのが誇らしいよね嬉しかったわ、うん、
で、マリちゃんですよ、はい、マリちゃんとはね、自分らから言ってどうしてもやっぱマリちゃんと歌いたいわって、うん、だって前日私太陽の季節入ってないんで、そうだよね3人で歌いたいって言って自分らで何かの曲出てもいいって言ってやっぱワンマン前にねパワー欲しかったよね。そうなの、やっぱマリちゃんもだけど大事な時にいてほしくて、うん、パワー欲しくて、うん、歌ってもらうだけじゃね足らず一緒に歌いたいって言って逆境ガールをリクエストして歌わせてもらった。そう、しかもしっかり呼び込まれる前よりも早く出ていっとったよね。あ、やばい、早かったと思って私もステージで仁王立ちしてたもん面白かった。いや嬉しかったね、うん、なんか本当にマリちゃんとはここ数年すっごい仲良くなって、うん、本当に同じグループっていうぐらい一緒にいる、うん、どんな時も一緒だしもう本当何でもしてあげたい、何でもしてマリちゃんも何でもしてくれる、うん、そうなんだよね、うん、いい意味で本当にお互い気を使わずに、うん、なんか頼り合えるっていうか、甘えられるよね、甘えられる、うんうん、存在で、うん、でそのワンマンの時もね本当は出てほしかったんですよ、うん、正直私ギリギリまでハッピーバースのサプライズあ、そうそうしてくれてね、マリちゃんに出てもらおうかなと思ってたんですけどマリちゃんその日ねこっそり私らに言わずカメラで撮影に入ってくれてて本当にありがとう、本当かっこいいですよ、かっこいいよ、言ってノーギャラでやってくれてるんですよ。そうなんですよ、あんなすごい人がねえ、前日だけでもありがとうやから全然休んでてって感じだったのに、本当に次の日回るから休んでてと思うのにしっかりかなりの枚数写真撮ってくれてて、それがまた、うん、もう全部いい写真で、うん、なんか写真から愛情を感じて、ね、また泣いたもん私よりマリちゃんが、いやいや思う、なんか言うじゃんカメラって撮る人の気持ちも ね出るよね、うん、やっぱ、うん、あ、こんな風にマリちゃんから見えてんだと思って、うんうん、泣けたね、泣けた、マリちゃん写ってないのにマリちゃんがおる感じする写真、うん、そうそうどっかで披露するね、すっごい枚数いい写真あるので、うん、待っててください。ほんで、つぼみちゃんのライブもね、うん、楽しかったね、お祭り騒ぎだった、ほんとつみちゃんは本当にお祭りが似合うよね、うん、なんか盛り上げ上手だし本当にめでたい、うん、明るいしそうそうそう、どんな時も元気になる。そうで、なんかセットリストの中とかでもさ、うん、あなたに決めました心バージョンでさ、めっちゃあれ贅沢よね、うん、いつも私真ん前でつぼみのこと見るんだけどさすがに今回ばかりは譲ったね、あそう袖のねとか言われたのよ、ファンの人にいつもさやかさんがあそこ張り付いて見てるけど今日心さんだった当たり前でしょ今日は面白かったな、譲ってくれた、押しのけて見てたらやばいよさすがに好きすぎるんだな、むっつぼって言われてたね、むっつりつぼりをた、そう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 、むっつりねしてるつもりもないんだけどついつい、ね、一歩下がったつぼみをただけど気持ちは私と同じぐらいでも泣いてないふりしてんのはバレてたよなと思ってちょっと恥ずかしい私が泣くからその後ろに隠れて涙拭ってるだけだからね、もうバレてないと思ってたけど本当にね楽しかった、めっちゃ元気もらえたし、うん、でそっからワンマンに、うん、つながってなんかもうすでに昼の時点で感動して泣いてて、うん、なんかステージにトップバッターで出たんですけど、うん、久々にあんなに人のいる、うん、もちろんね感覚は取って入れられる人数だけではあったんですけど、うん、久々にこんなに人が来てくれたライブハウス見て、うん、しかもなんかいろんな顔が見えて、そうだね、感動して、まあ、1曲目から泣いたんですよ。泣いてたよね全然歌えなかったもんなんか何だったそれ、エラバンドピースでかなり気合い入れてリハかなりしてあ今日めっちゃ声出るわと思ったんだけど泣いて喉バーンって閉まって一切声出なかったいやなんか私も1曲目から涙するとはさすがに思ってなかったから全然気づいてなくて最初、うん、めちゃくちゃ泣いてたそうそう見たらめっちゃ泣いてたからちょっとやっぱ笑っちゃったもん ねなんかやっぱ自分たちが呼んできてくれて仲いいアイドルが、うん、ほんでそのファンの人とか自分たちのファンの人もさ、ね、来てくれて大変なさ、ね、状況の中来てくれたことがもう嬉しくて、嬉しいよ、わここでワンマンするんだと思ったらめちゃくちゃ泣けてきて、うん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 、本当ありがとうみんな、本当にありがとう、でワンマンですよね、もう一瞬で終わっちゃった、本当に早かった。オケから始まりね、新曲披露2曲あって、うん、めっちゃ緊張したわ私、バンドより今回新曲の2曲がめっちゃ緊張して、そうだね、ハローグッバイがなかなか前日まで振りが完成しなくて難しかった、一番苦戦するじゃん踊りつけるって、うん、私ら踊り習ってないから、うん、でも今回はやっぱこの曲はなんか王道アイドルのイメージで作ってね、うん、その自分たちにあんまりないすごいキラキラした、うん、感じの曲でちょっと懐かしい曲で、うん、でもファンの人に向けても書いたから、なんか一緒に踊れる振りがいいねって言って、うんうん、まあダーリンじゃないけど、うん、
っていう感じでつけたので、初披露なのにみんなが一生懸命真似して踊ってくれててすごい嬉しかった。可愛かったよね。可愛かったよね、うん、そのハローとグッバイってさ、こう手振ったりするから、うん、その手のひらをねこういっぱい使ってる、ね、うん、そうそうそう、うん、まだ1回しか披露してないんですけど、うん、ライブでもいっぱい歌おうと思ってるので、はい、でポラロイドめっちゃ楽しかった楽しかったね。すっごい疾走感、つなぎでやったよね。そう、なんかあえて、うん、あの曲振りじゃなくてラストスパートでね、うん、バーンってあの流したんですけど、そうだね、新曲だけどそのやっぱみんながさ、うん、そのいっぱい聴いてくれてると思ったから延期になったもんね、うん、後ろでもに持ってきてもみんなもう馴染みがあるかな、ね、待ってましたってなるだろうなと思ったら、うんうん、その空気感じて、うん、もう気合い入りすぎて、うん、すごい走った歌が大丈夫、でも気持ちよかったですね、うん、すごい楽しかった、歌い込んでいきたい、うん、なんか逆にこの曲はもう振りとかせずに自由に歌いたいっていうので、でも若干の不安はあったんですよ、何にも振りないから、うん、しないね、手持ち無沙汰になるのかなと思ったけど、全然あのそれはそれで、ね、やっぱ感情が乗ってくるとね、もうめっちゃライブで盛り上がる曲になるんじゃないかなと。パオちゃんいっぱい歌うからね、ねえ、いっぱい歌う、いい曲ありがとう、ありがとう。ほんでバンド、バンド楽しかった、一瞬で終わったねえ、楽しかったよね、うん、いっぱいリハもしてきたから、そう、延期になった分今まで以上にイエハピバンドとリハーサルできて、うん、そう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 、だいぶねチーム感も生まれて、うん、サプライズどうだった、ここで。いやめっちゃびっくりしたよ、ハッピーバースデー本当サプライズだった、嬉しかったし、うん、そのイースハッピーハンバーグの歌の終わる前のね、アウトロでね、鍵盤ハーモニカ、そう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 、まあ、まずそれでさ、お客さんはさ、さやちゃん頑張ってるわってなってるじゃん、うん、でさ、最後もうノリに乗ってめっちゃ貯めるやんって思ってた私は演歌歌手張りに、大御所に貯めてでもさやちゃんそういう感じじゃん、ライブ感楽しむ感じだから、うん、あすっごい乗ってるわと思ってで、あんなにさ、さやちゃんの方見るのも変じゃん、その、うん、まあ、貯めてるっていうのもなんか、うん、ニコニコして待ってる、そう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 、あそこは本当はあのドラムが入って、うん、あのまたアウトロ吹くはずだったんですけど、うんうん、そこでハッピーバースデー吹いて、うん、歌い出そうって言って、そうそう、ただあの気分が良くて溜めてたわけじゃなくて行くぞ行くぞ行くぞで緊張しすぎたため、あれハッピーバースデーってだってみんなが知ってるからさ、音外したら全員がこけるじゃんで私リハでやってるから一回パーって変な音出してみんながおーちょっと不安があったんやな、そうだから満を持して、まあ、溜めて溜めて心を驚かすぞという、もうあれは足踏みの行くで行くでのところからのみんなでハッピーバースデー歌って、うん、でそっからソイヤが登場するっていう、そうそう、もう一番盛り上がったんじゃないですか、めっちゃ良かった、ディズニーだった、そう、あれ、ね、イメージはディズニーの精霊たちがシンデレラを変身さすっていう、こころさんがプリンセスで、うん、私たちがあの本当に妖精小動物、かわいい、北沢出してくれるんやな、そう魔法をかけてそうそうそう、ディズニーっぽかった、嬉しかった本当に、 そ, うそっからソイヤ、ね、ゲスト呼んで、ソイヤがただただ暴れるだけとみんなね思ってたらしいんですよ、そう聞いたらね、でうん、ちゃんとギター弾いてめちゃくちゃ練習してきてくれましたがね、言ったら怒られるけど、そうそうやめろよって言って、営業妨害らしいけどいやあんだけしようと思ったら相当ね、すごいよね、だってワンマンも控えてて、うん、つぼみは、うん、そうだよ、忙しい中、うん、あんだけバンドのみんなとね、うん、引きを取らないステージングで、やっこも泣きそうになった、そのソイヤの方を見て、うん、ソイヤに絡みに行ったら、うん、やっぱ緊張しちゃうかなと思って、気が散るかなと思っちゃうよね、うん、けどすごいいい笑顔で、なんなら最後前に出てきてくれたなんかほんとかわいいなと思って、なんかソイヤもマリちゃんもだけど、ソイヤもココロさんの親友枠で呼んだの、そうだよだから大好きなココロのためにね、おめでとうって出てきてくれて嬉しかったな、ギターいくろーがよかったねよかったね、魂の叫びそうそうそう、ソイヤがあの後ね、その夜ねずっとソイヤと LINE してたの、興奮してよかったソイヤ、うん、でも ギター持ちながらギターいくろーって言うから、うん、お前が弾けやってなってなかったですかってソイヤそういや気にするよ、ギターソロを他のギターに託すっていうかわいいよ、で最後に捨てダーリンもあったのが良かった、捨ててないんですけどね私ら的には、あれもそうよ、私ら的には本当にスペシャルなダーリンよ、そうそうソイヤがあのめちゃくちゃな歌詞で歌ってくれるっていうね、うノリもあって楽しかったな、本当に楽しかった今回、うん、
なんか誕生日っていうのもあって、うん、リリースのパーティーでもあるし、うん、そうダブルでね、本当お祭り感がソイヤのおかげで倍増して、うん、ありがたかったな、すごく楽しい一日でしたね、うん、で勝手に女子箱と発表したんですけど、はい、ツアーもやりたいということでね、あの年末12月17日のビッグキャットワンマンに向けてね、はい、なんかツアーアルバム持ってできたらいいなと思って、はい、でもこんな状況なのでね、本当に無茶せずできる状況の中でみんなが安全に楽しめるように、でもあの遠くにいる人も寂しくないような、うん、あのツアー組みたいなと今思ってるところなので続報をお待ちください、うん、はい、ということで今夜過去最長かも、たっぷり喋って、これカットする気ないんで私OK BGM 多分もう切れてると思いますが心さんに改めて2日間バスでワンマンどうでしたか？いやー、そうですね、本当に2日間でこのなんか1年ちょっといろいろできない、またできなかったことがこうギュッと詰まって、確かに、うん、なんか2日間バーッと思いっきり楽しくライブできたなと思うし、これからもねやっぱりあの変わらずいいハピーとして歌っていってみんなと楽しいライブ作れたらなと思ってますので、33歳もよろしくお願いします。よかった、心さんが楽しそうでよかったこの2日間ありがとう、ね、何事もなく健康に走り抜けたねそうだね、そう、体力面結構久々にさやっぱちょっと体なまってたから、うん、ワンマンの最後までちゃんと元気にできるかなと思ったんですけど、うん、やっぱアドレナリンで全然、うん、なんなら次の日元気だったもんね私ら、元気だったそうで、なんか本当にこの2日間ね仲いいみんなも来てくれたし、うん、改めてねその応援してくれてるアイドルファンの顔もたくさん見れたし、うん、もちろんねあの遠くから応援してくれてて、あの今日ね配信というかね YouTube で見てくれた人も、うん、通販とかでね応援してくれてるのすごい伝わってるので、うん、あのなかなかね活動しにくい状況ではあるんですけど、本当にできる活動の仕方でね、うん、まだまだ頑張っていきたいなと思ってます。でマリちゃんのねあの入院の発表とかもあったんですけど、うん、あの大事な仲間をね支えて、うん、もうつぼみとかラブリーズもだしさ、うん、マリちゃんももちろんその一緒にねまだまだ頑張りたいなと思ってるので、うん、皆さんもみんなの応援よろしくお願いします、うん、本当に改めてワンマンライブ大成功に終えることができて本当に嬉しく思ってます。じゃあツアーの続報も待っといてもらって、はい、またね来週から通常通り、うん、ネルラジあの放送していきたいなと思ってますので、また来週お会いしましょう。おやすみなさい。